ゾウさんに会えるの楽しみかな。うん。動物園に行くときにゾウのところに行くよって言うとすごいテンションが上がって、あ、好きなんだなっていうのをその時に気づきました。ゆいとくん、ゾウさんと今一番何がしたいですか？エサあげる。最初はちょっと他の子と違ったりっていうのは感じていたりしてたんですけど、なんでゆいとかって思ったし、希少難病だからネットにも情報が全然なくって、すごく焦ってしばらくは本当泣いてばっかでしたね。今でも全然受け入れたくないし、悲しいし、逃げ出したいし、でも現実だから一緒に歩んでいくしかなくて、だったらその時間を楽しいこと、嬉しいこといっぱい詰め込んであげたら普通に80歳とかまで生きられる人と同じくらい凝縮させてあげたら幸せなのかなって思ったから、時間を大事にして貴重な時間をね一緒に歩んでいきたいなって思うようになったのかな。遺伝性疾患は実際に病気になった方がその情報にアクセスしづらい、なぜならば日本語の情報もあまりないっていうのがあります。遺伝性疾患と直に関わる方々にその病気の最新の正しい情報をお届けしていきたいということがあります。遺伝性疾患に関わっていらっしゃる皆様のおかげで1周年を迎えることができました。今回は皆様に少しでもあの感謝の気持ちをお届けできたらと思いまして企画をさせていただきました。お子様たちが笑顔になるっていうのが動物園の基本だと思いますし、特にゾウさんたちを見るとお子様も大人の方も笑顔になる動物ではあるので、今回協力をさせていただくっていうのをすぐ即決の感じですね。ぬいぐるみを届けてくれるので、まずこれ受け取ってください。ありがとうって、はい、あげてきました。最後に虹あげてください。はい、上手。嬉しいね。はい、どうぞ。
おうち帰る。おうち帰る。あ、もうこれで満足だ。ゆうとくん、動物さんいっぱいおったけどどうだった？楽しかった。楽しかった。楽しかったよね。親の希望的には特になくて、本人がやりたいと思ったことをやってあげるっていう形で、できる限りたくさん楽しい思い出を作っていきたいなっていうふうに思ってます。病気って分かる前は、例えば洋服泥んこだらけで帰ってきたら、今まではもうこらーって思ってたけど、最近はあ、お世話させてくれているんだなって、いい経験させてもらってるんだなって思って、当たり前じゃなくてすごく幸せだなって思うから、本当感謝感謝でいっぱいで、すごく充実した毎日になるんで、いつもいてくれてありがとうって思います。ゆうとくん、お父さんとお母さん大好き？いい。